5年ぶりに再会した姉に心底呆れた。実家がそこそこ劣悪な環境で、私も姉もドタバタした形で自立したから、しばらく姉とは連絡を取れなかった。最初はどうしようかと思ったけど、寮付き、家賃無料、学歴不問みたいなワードで検索したら、帰還校やリゾートの仕事がたくさん出てきた。とりあえず帰還校としてしばらく働いて、貯めたお金で人並みの学歴を手に入れた。その後は就職サイトのアドバイザーさんに散々お世話になって、かろうじて地元で正社員になれた。本当は地元離れた方がいいんだろうけど、なんだかんだ言って生まれた時から住み慣れた土地だし、親も執着してくるタイプの土工屋じゃなかったからね。そこで姉と再会した。家庭というものにあまりいいイメージがないから、子供を産むつもりはないし、彼氏も似たような境遇から似たような考えに至った人だから、このまま彼氏とのんびり老いていけたらいいなって思ってる。どうも姉はそれが気に食わないらしい。社会のお荷物なんだってさ。私より一足先に家を出た姉がどんな人生をたどったのか詳しいことは知らない。興味ないから聞く気もない。ただ旦那さんや私生活に関する愚痴を延々と語る姉の姿を見る限り、あんまり幸せな人生は送れてなさそう。私は職場の人や彼氏や就職サイトの方に支えられて、かろうじて人生の軌道に乗れたけど、ぶっちゃけ落ちるところまで落ちていた確率の方がよっぽど高いと思う。母みたいに無理して結婚して、無理して子供産んで、私たちみたいなゴミを産んじゃったら、社会のお荷物以上に社会にとって害悪な存在になると思うんだけどな。現に姉の子、老いとも呼びたくないわ、すでにゴミだし。正直言って姉の現状を見下してるから、姉みたいな境遇になるぐらいならお荷物扱いされたって構わないや。姉の子、学校でクラスの女の子をいじめて、担任に親ともども説教されたらしい。姉は女の子を逆恨みしている。被害者の女の子のことをブスだとかネクラだとかオタクだとか罵ってたけど、顔が父親に似てるっていう理不尽な理由で殴られてた姉が、理由があればいじめていいって考えていることに驚いた。姉曰く、いじめられた時点で惨めな弱者だから見下してもいいんだってさ。その考えでいけば、母からいじめられた私たちも惨めな弱者じゃないのかな。殺伐した環境で育って、強さこそ正義みたいな価値観を刷り込まれてしまったのはわかるよ。私もそうだから。でも私は少なくとも表には出さないように努めてる。あんなに憎んでた親の価値観や言動をそのままたどっている姉の神経がわからない。実家出た後も一度だけ会う機会があったけど、あの頃の姉は今に比べればまともだったんだよね。どうしてこうなった。いつも最後まで視聴していただきありがとうございます。この度新しいホームページを作りましたのでご案内します。アドレスは下の概要欄にも記載しています。ぜひ遊びに来てくださいね。